ドドドドドン、タクオンボーイ。どうも皆さん、こんにちは。本日はですね、皆さん、いつもとね、背景が違うと思いますけどもね、今回は、なんとコラボ動画でございます。いろんな方がねリクエストしていただきましたので、今回ようやくね夢が叶うということでね、皆さんご存知ですよね、タイトルなどにね載ってると思いますけども、あの方が来ていただいております。それではお呼びしましょう。鈴木メトロさんです。お願いします。自己紹介ね。芸人史上初、元東京メトロ勤の鈴木メトロです。本日も安全運行を務めてまいります。よろしくお願いいたします。すいません、あれどうしました？違う、どうしました？何が？何を持ってきてるんですか、これ。なんすよ、これ。だってなんか、はい、夢が叶うたら、なんか、人生ゲームで夢叶えるじゃないの？そんなわけじゃないです。違うの？全然違いますよ。持ってきたのに。いや、持ってきちゃう、あったやつちゃうんですよ、ここに。夢が叶うというか、なんか紛らわリンクしたとか。違うのね、すいません。いや、来ますね、ボケてくれますね、最初から。いや、同じ帽子。でもマジさ、これほんと同じよね。だって、同じネットで買ったでしょ。ネットで買いました。俺もネットで買ったし。アマゾン？アマゾン。あ、また違う。でもよく見たらね、これマーク違うのね。いや、ちょっとこれ、ちょっといいか、いいですか、前に来てもらって。よく見たほら。これ、マークが、メトロさんの方がすごいんですよ。確かに。ピラピラやもんね、俺ね。そうなんですよ。僕の方がなんかね、ちゃんとなんか、アルミでできたエンブレムみたいになってるやつ。景気2年上なんだからさ。でも、いや、多分これは、この芸歴の差、逆に本当に2年前の方なんですよ。これ最新の方です。多分ガンブ本物じゃないですか。いやいや、こちらこそ本物じゃないですか。よく本当は YouTube とか TikTok 見てますよ、はい、いやいや、僕も見てますよ。いや、すぐやっとコラボできて。いや、ありがとう。こないだ、僕ちょっと鉄道の専門学校で、非常勤講師でお手伝いさせてもらってるんですけど、学生が、僕のね、YouTube いつも見てくれてるんですよ。はいはいはい。で、ショート動画見てるんですけど、僕の見た後にスワイプすると必ずメトロさんが出るらしいんですよ。あ、本当。この間言われたのがメトロさんの方が面白いっすよ。マジで。でメトロさんの動画を完コピしてるやついまして。え、マジで。はい。え、待って、これ初めて聞くわ。いや、本当に駅名をなんか間違えて、なんか同じ駅名だけど違うところについちゃう。下北駅ね。そう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 。それの動画を完コピしてる学生いました。すげえ、マジで。で、僕の方ちょっとお前やってみろって言ったら何もできなかったです。嬉しい。いや、だからね、すごい。あ、そう。真似しやすいんでしょうね、なんか江藤さんのやつ。いや、まあそうなのかな。でもそれって、まあ、真似しやすいっていうのが、結局僕ってその、たくあんちゃんに比べたらセリフ量が少ないのと、はいはい。たくあんちゃんすごいじゃん。一つの作品すごいバーっと結構覚える量があるイメージが。まあ、セリフがってことですか。そう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 。あ、まあそんな、まあちょっとはあれ入れてますけど、ね、いろいろと。だからそこは私も覚えやすいのは確かにこっちなのかもしれない。いや、そうですね。俺は結構簡潔にパン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 とかあるから。話し方とかもめっちゃ似てました。マジで。そこまで似せる。こんな感じ。いや、動きとか。マジで、個性は捨てちゃダメですよ。学生からもいろんな方からもね、知っていただけてるっていうのが嬉しいことですよ。嬉しい。いや、嬉しいけど、いや、そもそもだってそのたくあんちゃんからさ、呼ばれること自体僕嬉しいんだから。本当に。だから、初めて TikTok で見た時は衝撃だって。一瞬、あれ鏡。あれ、これじゃないよな。でも俺今プライベートとか帽子かぶってねえしな。一瞬なんか携帯の反射ってのが最初に。こんなそっくりやってるの。いや、マジでそうですよね。パッと見た時同じ帽子、元は一金あるある。いや、マジで本当に知って。いや、その時は確かにそのライバル社は正直してたけど、いや、そうですよね。悔しい、絶対こいつなんかに負けるな、負けないぞって思ってたけど、でも心の奥底にはやっぱ、いつかコラボしたいなと思ってて、それ仲良くなりたいなと思ってて。そうですよね。いや、それは僕もあったんですよ、やっぱり。あ、最初はちょっとライバルは してましたけど、どうしても。お互いに。でも、やっぱでもコラボしてお互いに伸びていけばいいなと思って、まあそうだね。TikTok で DM 送ったんですけど、ね、全然帰ってこなかったですよ。俺、TikTok、多分俺 DM のまず見方が分かんなかったのよ。あ、そもそも。なるほど。コメントを押してからなんか右上になんかあるじゃん、なんか手紙のマークで、あれ押すみたいな、全然分かってなくて。はいはい。そうそう。という言い訳でーす。今回いろいろとね、駅員時代のこと聞いていきたいなと思ってるんですけど。駅員時代か。はい。
でやっぱ僕もともとね JR 東海で金やってました、うん、はいはい、でメトロさんは東京メトロでね、そうですよ、やってました、ね、やってましたからやった、ね、ちょっとねその違いというか、うんうん、どんな感じだったのかなって聞きたいんですけど、うんうん、あ、なるほどね、うん、違い面白いね、はい、で僕最近ちょっと駅員の1日のルーティーン、うん、見ましたよ動画、ちょっとそれで、うん、東京メトロの、うん、まあ、1日の駅員のルーティーン、あー、どんな流れなのか、あのね、はい、俺あの動画見させてもらって思ったんだけど、うん、はいはい、ほぼ一緒いや、ほぼ一緒で、一緒、はいはい、食事当番っていうのがメトロあったから、はいはい、例えばその11時から夕方4時まで、その、はいはい、例えばそのご飯作る担当がいるみたいな、ちょっとそういう変わり種の役はあるけど、基本は一緒だね。例えば1時間休憩を3つぐらい挟んで、うんうんうん、基本ホーム、事務所、はい、あの改札、うんうん、かな、やっぱ車のお客様対応だとか、はいはいはい、やることはほぼ変わんなくて、と思って、そうなんですね、じゃあそうだね、一緒なんですね、一緒ほぼ一緒だった、多少時間帯がちょっと違ったり、違うけど、ね、やっぱ そこはどこの鉄道会社さんとも一緒よね、ルーティーンやで、やっぱそうなんですね、うん、だからこそ共感があるんですよね、うん、駅員さんからもだと思う、うん、そうす、だからありがたいけど本物の駅員さんとかからコメントをいただくわけじゃん、マジでそうですよね、だから元気でやってます車掌さん、駅員さん、運転手さん、コメントくれて、ね、本当に嬉しいですよ、嬉しかった、ただ本当にあの動画本当に感心した、まずよくあの10時間ですよ、その覚えてるのすごいなともそもそも思ったし、いや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 、ルーティンってよく思い出せたね、結構時間かかりましたけどねいろいろと考えて先輩に話しかけるシーンとか、はい、今日なんかだるかったっすね、あのシーンが一番好きちょっとなんか緩い感じで見てますわ、見てるよ、ありがとうございます、西海田さんなんかあの人来ました、こっちも来ましたよみたいな、あー、愚痴言い合うみたいな、やっぱあるんですね、あるめちゃめちゃある、めちゃめちゃあるよあれは、え、ちょっとさっき気になったんですけど、うん、そのご飯を作るって言ってたじゃないですか、うん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 、それはどういうことなんですか、僕らはもう買いに行ったり食べ行ったりするんですけど、そっか JR さんはそっちなんだ、はいはい、東京メトロは基本その食事当番っていうのが存在してて、うんうんうん、はいはい、今は多分なくなったんだけどね、その衛生面のその配慮されて、はいはい、で昔は本当にその11時からその1人がその駅で働く10人分のまあご飯を作る、昼ご飯と、はいはいはい、あとちょっと夜食だとかを作るから、うんうんうん、その1人が、はい、外飛び出して、その制服のまま行くんですか、一応制服のままスーパー行って、はいはい、10人分のご飯をまず買う、すげえ、でそっから帰ってきて10人分のご飯を昼の12時までに作って、はい、で、それはその間その人の勤務はないんですか、ない、ご飯を作るっていう仕事その時間があるんですか、ご飯、10時からずーっとすごっ、仕事がずっとご飯、料理料理、俺何やってんだろうって感じじゃないですかだろうねもうそれ何やめたかな当たり外れがあって、結構その、例えばその俺の先輩で言うその、はいはい、松崎さんの焼きそばは美味しいだとか、松崎さんの焼きそば、もうメトロある、メトロ有楽町線豊洲駅あるある、松崎さんの焼きそばうまい、松崎さんの焼きそばとか、そういうやっぱ特徴があるんだよ、はいはい、はい、ま、和田さんの麻婆豆腐はちょっとドロドロすぎて美味しくないからたまにいますよね、麻婆豆腐ドロドロ、ね、ちょっと片栗粉の分量間違えて、そういう人って、で、俺が全然ごめんね、はい、あの料理が本当できなかったから、はい、食事当番の時なんて、うんうん、もうみんなからさ、はい、いやちょっと鈴木、本当お前下手だから、はいはい、なんか買ってこいよとか言って、もう本当に俺1年間駅員やっててご飯ちゃんと作ったの2回ぐらいしかなくて、えマックの買い出しってなんですか、マックの買い出しちょっとは作らせてよ、バシリじゃないですか、ただのバシリよ、本当にもう八王子のヤンキーと一緒、本当にヤンキーとそのいじめられっ子みたいな、面白いですね、なんかその昔ながらのやつがまたいいですよね、だからそうね、今はないらしい、ね、今はちょっとない職人、そうだね、ないらしいけどね、楽しかったよ、でもそれはあれだあれで、その作った数回は何作ったんですかね、でもさ日本一ドッドロの麻婆豆腐と日本一サラッサラした天津丼、はい、そうやってさ、卵の上にあんかけるじゃん、ドロドロで、サラッサラのスープ天津丼作っちゃって、なんで、どっちもじゃあもうドロドロすぎるかサラッサラかも極端なの、どっちもダメだったんですね、じゃあどっちもハマんなくて、あもうこれ やってらんねん、もう半分ぐらいでもみんな残しちゃって、はいはい、もうみんなもういらないっつって、はいはい、それで俺がそれ捨ててさ、あごめんなさいって洗ってる時に先輩後ろから、次からマックなって言われてマクドナルドだ、それはなかったですね、うん、こっちの JR にはやっぱり、あそうかそうか、はいはい、どこにもあるかと思ってた、じゃあちょっと今度なんか企画で、うん、メトロさんの料理ちょっと作ってください、その駅員時代のあ、いいよ、作ってあげるよ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ドロドロのドロドロ麻婆豆腐、はい、ドロドロ麻婆豆腐とサラッサラの天津の食べたくないなでもな、ちょっとでもいいよ、意外と企画として盛り上がるかもしれない、いやちょっといいですね、ありかもしれないね、面白いね、はい、
じゃあまあまあルーティーンで言ったらまあ変わらないけど、うん、ちょっとそういった違いもあるっていうことですね。そう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 。じゃあちょっと次なんですけど、はいはい、駅員時代のちょっとさっきこの前なんですけど、ちょっとメトロさんとコラボさせてもらったんですけど。あ、そうですね。はい。その際僕ちょっと駅員時代の辛かった経験とか、うん、あ、はいはい、やばかった、うん、話をさせてもらったんですけど。いやーそれ。今度ちょっとメトロさんの方を聞きたいなと思って。うん、いやここはもうあえてもう元駅員ですから、はい、あえて仕事として言いますね。うんうんうん、お願いします。仕事としてちょっと言いますけど、はいはい、人身事故に当たったんですよ。なるほど。あれは、はい、もちろんメンタルやられるし、まさかこんな1年目の自分がその担当に当たると思ってなくて、はい、いやちょっと1年目でってのはちょっとすごいことですよね。なかなかね。でも、うん、メトロってそういう人身事故を担当したら、はいはい、まあ、手当はもらえるのよ。要するにお金がもらえる。うん、なるほどなるほど。なんか若手芸人だったら5000円、はい、延長クラスだったら1万円もらえるのよ。はいはいはい、はい、で、おやじその5000円もらって、なんとかその頑張ったんだけど、うん、はいはい、もうほんとね、マスクも30にしてもう軍手も20やってさ。そうですよね。だってこの現場ですからね。ね、だってもうあれですからね。まあ言うたらね、慣れてるわけですからね。そう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 。だからこれもそのこれも仕事ですから、うんうんうん、やんないといけない。これ正当な仕事なんで、はいはいはい、結構拾う、要するに V というのが決まってて、うんうんうん、若手駅員はさっきも若手芸人って言ってました駅員のところに。もう芸人になっちゃってますからね、今。そんな若手でもないしね。8年目。7か。あ、すいません、すいません。持っちゃいました、持っちゃいました。若手駅員がですね。若手駅員は、例えばその、だから、その、うん、臓器を拾うだとか、うんうんうん、で液腸クラスになるとその、はい、肌色の原型がちょっと待ってる部位を拾うとか、よりグロいというかですかね。そう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 、なんかそういうのなんか決まってて、それ確かに別に変な話、別に面白いなと思っちゃった。あ、こういう決まりがあるんだと思って。なるほど、ね、そこは分けてんだ。分けてるんだと思って、へえと思ったよ。そんな別に嫌な気もしないしね、仕事だし。あ、まあまあまあ、実際その、うん、形ももう、とどまってないわけですから、ね。まあまあ、そうだね、そうだね。人っていうところは。うんうんうん。ごめんね。こんな大丈夫、こんな、せっかく招いていただいて、こんな人身事故の話、でも、これがでも現状ですからね。でも、リアルですからね。これがリアルだから。動画でやったんですけど、はいはいはい、多分、たくちゃんは、分かってると思うけど、うん、青いライトの意味ってわかる？よくホームにさ、はいはいはい、青いライトが照らされてる駅があるのよ、うんうん、東京は特に、はいはいはい、その意味ってわかる？ちょっと僕駅ばっかりいたので、切符売ったり改札だったんで。そうか、ホームにあんまり行かないんですよ、車椅子とかの対応じゃないと。そうか、ホーム整理をあんまりしなかったんですね。面白い。ここも差だね。ここは違いますね。もうメトロは1年目からバシバシホーム整理するからね、一番先ご注意くださいって。やっぱもう混雑は全部分かってやるんですよね。それやるのよ、それは。で、その青いそのホームの理由があって、はいはい、うん、結局自殺防止なんだけど、青いライトが、青いライトが、なんかその死にたい方って、はい、なんか青い色を見ると、はい、気持ちが落ち着くらしいのよ、なんか修正的に、それは心理的に、心理的に、そう、青いの見たら、はいはい、あ、一旦ちょっと死ぬのやめようかなっていう思いになるらしいの。これ科学的に証明されてて、はいはいはい、だから結構都内が本当に駅の本当一番端と端とかに青いライトが結構あったりする。全国でもあるかもしれないけど、これは確かに俺も、そうなんですね。ああ、これショート動画アップしてる。これもショート動画上げてる。ちょっと見てみます。それ見逃してますもん。あら、本当に。ちょっと後で裏こい。すいません。怖いな。はい。あ、それはちょっと知らなかったです。で、勉強になるでしょ。勉強になりました。だからそういうのをね、載せたらいいね。なんかどんどんショート動画とかでね。でもそれはやっぱ辛かったんですね。まあ辛い出来事。それを思い出すと。まあそうだね。だから本当に2週間ね、お肉とかお刺身食べれないって人もやっぱいたし。絶対そうっすよね。だって、うん、本当に鬱になっちゃう人もいますよ。ああ、全然それでやめた方もいらっしゃるしね。ですよね、それは。耐えられなかったら。だからそれなりの覚悟を持って、やっぱり駅員やるときはね、皆さんもね、頑張るっていう意思があってね。そういうことですよね。大事。こういうの大事ですよ、逆に。隠さずにちゃんとね、本当、事実を伝えることはね、大事ですよね。いや、もう逆になんか、うん、ハッピーというか、やりがいを感じた瞬間とかありました。なんか、駅員やってて。もう本当に極端な今の話とは真逆なんですけど、もともと働いてた駅が有楽町線の、うん、豊洲駅っていう駅で、うん、まあ、フジテレビが近いわけよ。いいですね、フジテレビ近くて、はいはいはい、だ結構芸能人を対応した、はいはい、やっぱその豊洲駅で降りて、すいません、あのフジテレビ行きたいんですけど、はい、あのゆりかもめ、ゆりかもめ線っていう、ね、路線で行くんだけども、はいはいはい、そっちご案内したりとか結構あったかも。例えば、あ、言えないですか、まあ、芸能人の結構大御所だから、はい、ちょっと耳打ちになっちゃうけど、あ、ちょっといいですか、一旦いい、はい、お願いします。
いや、大御所なのよ。だからちょっとあんまりね、YouTube では大御所すぎてちょっと言えないんで、ちょっとね、こしょこしょだったんですけども。とかね、ちょっともし、見てきてくださったら嬉しいですよね。ね、とかね。そうですね、豊洲駅おすすめしないです。すごいなぁ。とか、でもリアルの話、はいはい、あ、今のあの、うんうん、まちゃまちゃさんあの、吉本のお笑い芸人のまちゃまちゃさんとか、一回あったのか、小田明子さん。大御所じゃないですか、マジ。大御所、マジな大御所さんだったとか。え、普通に電車乗ってくるんですか。普通に電車乗ってきて、あれ、なんか、フジテレビどう行くんやっけみたいなのタメ語。すげえ。なんだこのおばさん、失礼のおばさんだなと思ったら、小田明子やと思ったら、うわーってなったりとか、あと、ケミストリーさんとかね。おぉ、はいはい。意外にも。もうオーラあるんじゃないですか、やっぱ本当にあの人たち。いや、もう案の定、ほんとサングラスぶら下げて。ユニカもメドグはそれはちょっとやってて、メリットだなぁと感じた。なるほど、やっぱ芸能人に会えるっていうのは。会えるし。駅だからこそですよね。だし、やっぱその時からやっぱ芸人目指してたから、なるほど、すごい刺激になって、うわっ、俺もいつかこの人たちと共演するんだって熱にもなったんだ、はいはい、いやな、ちょっと僕も実は芸能人あるんですよ、豊橋駅、新幹線があるんで、新幹線でやっぱ乗ってくる人多くて、一番オーラあったのは、ローラ。すごー、ローラがマジもうやばかった。サングラスして、もう私服もクソおしゃれなんですよ。あ、そう、やっぱり歩き方も違って、もう本当にすごい、でマネージャーさんっぽい人が隣に、はい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 、もうオーラがすごかったですね。いや、ってローラさんってなんか前ジェット機とか乗んないんだね。新幹線乗るんか。新幹線グリーン席で来るちゃんと地上できるんだね。そうですね、やっぱでもそういうのは本当お互い別の駅ですけど、うん、まあそうね、いろんな芸能人が来るんだなって思いましたね。そうだね。え、たくあんちゃんってミーハー？俺はすごいミーハーなのよ。だから芸能人見たら、うんうん、キャーってやっぱなるタイプだから、うんうんうん、ミーハー？いやでもそんなないですね、あんまり言わなかったです僕も。ほとんど、あ、今の話も誰にも言ってなかったです。あ、そうか、そうか、はい、さっきこの外で合流した時さ、はいはい、あれ確かに鈴木みとさんだ、キャーってなんなかったもんね。なんでミーハーじゃないの。もう最近はね、そうですね、よくお会いする機会がありますね。ありがたいことにね、本当にありがたいことに、はい、